戦略199ターン。さあ、今回は対ティターンズ戦やっていきましょう。ティターンズの技術レベルは19、19、18。アクシズよりも若干少なめです。人物、若君はティターンズ系も英語系も離脱しております。なので若干人材不足気味。ただ、このルートではシロッコが残留してくれます。最後まで使えるということです。で、次のターンで英語が合流してくるので、この人材不足はすぐに解消される見込みです。戦略。ティターンズ本拠地クリプスはここです。最初決戦が宇宙である以上をまずは地上から制圧していくということです。ティターンズの5拠点のうち1ターン目から進行できるカリフォルニアと北京に進行するために我が軍は部隊を集めております。ハワイとロシア1人部隊を集めましたってことなんで、早速やってみようじゃないか。まずはティターンズの地上の5拠点を電撃的に制圧していく。さあ、カリフォルニア敵部隊数15。はい、ジム2とジムスナイパーカスタム、あとガンキャノン、増援ジム2って感じらしいね。とりあえず増援できたやつは無視して真ん中を倒すと。潜水艦をここに揚陸する、索敵する。ここを埋められちゃうと揚陸できないので、なんかで埋めておく。バイアラン、よし。ヘズンドワッチ初めてか。そういえば、不愉快だなこの感覚は。シロッコはメッサーラ。よし、取っちゃうぞ。ほい、はいはい。全拠点の制圧に成功しました。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。まあ、まだ序盤だからね。はい、北京敵部隊数17。ガルダとアシマいるぞ。あとジム2と、あ、アシマ来てるね。なるほど、質高めか。これ気をつけていきたいかなと。アシマが来るからおとりなの、まずおとりに食いついてるらしいな。機動性に優れたアッシュマーに勝てると思うな。あ、アッシュマーだった。じゃなかった、ブランだった。よっしゃ、制圧用のモビルスーツを移動しておく。合体、移動、分離、制圧。こっちもね、次のターンに制圧ですね。はい、もういけるか。ほいっと。あとここだよね。答えてくれ。まあ実弾なんでやばいかも。大丈夫かな。あ、変形、制圧、制圧、制圧。全拠点の制圧に成功しました。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。エウーゴ代表ブレックスフォーラから通信が入っています。回線を回します。レビル将軍、まずい状況になりましたな。ティターンズは増長し、ジャミトフは自らの野望のために地球圏を我が物にしようとしています。以前お約束した通り、我々エウーゴは連邦軍と共に戦います。報告します。ティターンズの村雨研究所が何者かに襲われ壊滅しました。しかもたった一機のモビルスーツによってです。もしこれが本当なら危険です。注意してください。これは200体イベントですね。報告します。月都市より我が軍に対し資金が提供されました。報告します。報告します。我が軍に志願する者が多数に上っており、志願者の中から優秀な者を選抜しました。配属先をご検討ください。ハサメ加入、これも200ターン。チェーンとケーラー、英語系のキャラクターとかね来てるんで配属していこうか。ゲルグ S 型にクワトロ配属して、専用機をやっぱ用意してよろしいかみたいなね。喜ぶかな、喜ぶときっとな。この子に呼んでまだゲルグに乗せるのかみたいなね。レビル将軍、領空内に正体不明機を確認。高速で接近しています。
君は疲れている。少し休んだ方がいい。いや、俺は戦う。俺をこんな風にした奴らを倒す。俺には戦うしかないんだ。それしかないんだ。そうさせてくれ。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？ガンマガンダムの開発。新素材ガンダリウムガンマを装甲に採用した第二世代モビルスーツを開発する。ガンダリウムガンマの採用によって耐久性強化と軽量化の両立を実現するということで、英語系のモビルスーツの開発が始まると。忘れていたが、村雨研究所から奪ったデータの中にモビルスーツの開発設計図があった。役に立つようなら使ってくれ。で、プロトマーク2のプラン、これローマックス限定ですね。さっきゼロが借りたやつ、こいつを売却投資しておくと。さあ、ベルファスト、舞台数かなり増えそうですね。楽しめそうじゃないか。さあ、ベルファスト、敵部隊数33。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。だいぶまとまった数になりましたね。アッシマーがいるかな。航空部隊多めなので気をつけたいかなと。まあ、とにかく敵部隊をですね、まあ、この辺に釣りたいかなと思っております。船ここまで行けるんだな。だから、まあ、とりあえずジム並べますか。パラサーテね、アッシマーなどつけておきますかね。コアブースター、アイザック、索敵、特殊サンプ、ガルダ、おそらく敵は回り込んでくるだろうなと。まあ、それは交通号ですね。敵をですね、こう中心ベルファストから離したいので、敵が回り込んでくれればいいかなと。で、ガンダム移動しておく。で、次のターン、また制圧に向かわせるか。この辺かな。さあ、大西洋側は対戦攻撃あるかもしれないから気をつけないとな。シロッコを潜水艦乗り換えとこう。まあ、気合わせ目であるかもしれないけど、まあ、この辺にですね、何かを少し制圧されたくないからな。一応、お前らを置いておきますか。ジュワック。ゴックはここまでいけるな。とりあえず潜水艦守るような布陣を作っていこう。まあ、こういう感じで見てみようかな。さあ、どんな感じかな。おとり、艦船を配置しましたが、うまく食いついてくれるか。バイアラン、ジム2狙われているか。なるほど。狙いたい防御するか。うん。守っていく。よしよし。よかったかと思うんだけど、ここ危ないですね、やはりね。ジムキャノンあたりで制圧して守ってもらおうかな。まあ、とりあえず敵部隊をですね、分断できそうですね、ここはね。それはいい感じですね。制圧。ジオ真ん中かな。ここに向かわせますか。で、バウンドドック、サイコガンダム、アルビオンここまで行けるんだな。よし、あとはジムを配置できるとこ配置していく。ここはキャプランしか封じられないか。とにかく敵を囲みたいってことだ。そこ戦力集中したい。ここか。ここで索敵を行う。このジムをここに置く。G5。ガルダなるべく移動させておく。こうだな。とにかく敵を分断することができたから、あ、ここ撃っておくか。その潜水艦。これ、アッシマか。アッシマ叩いておきますか。念のため。内側は、敵をですね、分断したい。やはり、このヘックスにですね、ユニットを配置する。真ん中ですね、真ん中のこの中央の拠点を囲むようにユニット配置できればいいかなと。バイアラン、ここかな。この辺り撃ちますか。ジム3、アルビオンはおとりになりつつ、ジャンプする。メスターラ、白く乗り換えて、メスターラ回り込みつつ、ここを叩きますか。その身では叩いておこう。で、制圧用のユニットを移動して制圧する。で、ゲルググとパワードジム。で、これ制圧を行い、シャアですね。ジム2やってくれるかな。制圧ユニット移動する。次のターンで、エチンバラ制圧できる。無駄弾を使うな。無駄弾を使うな。まあ、とりあえず1部隊目のパワードジムを倒してしまった。こいつ軌道が高くて攻撃力が高くてやったんです。また敵か。
よしよし。迷いは自分を殺すことになる。やってみせるさ。ゲルグーでやってみせるさ。さすがです。貴様は粛清される運命なのだ。くそ。またそうだ。はいよ、お仕事お仕事。さあここはどうかな。あ、いい感じいい感じ。敵の動きは止まってるんだ。行くよ。ケラ、初めて聞いたかもしれないセリフ。よし、そう。これ邪魔だからな。もうサイド2の二の舞はごめんだ。これで敵部隊を中央から切断できる。さあ、どんな感じかな。これは。なるほど、まあおとりですのでこれは良かったかな。うん、良かった良かった。大丈夫かな。大丈夫そうですね。あとはね、あとは防御しておけば。よしよし、これか。この事務所で危なかったな。まあ、とにかく真ん中に打撃を与えるっていうことですね。サーラを置いて、よし、じゃあシャアを。隊列はこうかな。白っ子シャアコっていう組み合わせ、こう打っておきますか。こういう感じでね、とにかくアイランドにいる敵部隊を全部倒すってことですね。このターンでここも倒してしまうとそれで制圧できるだろう。よし、送るぞ。まるで道化だな。2部隊目がね、射程に持ちなんでいけるかどうかって感じなんだけど、当たらない、当たらない。よしよし、いいぞ。買いかぶってもらっては困る。私はシャアではない、クワトロ・バジーナだ。シャアゲル乗っておいてバレバレですから。じゃあシャアにやろうじゃないか。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。これで地上戦終わりですね。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。プロトマーク2 DJ シツレムディアス、リックディアス K、 リックディアス K、プロトマーク2、これはゼロに使わせたいかなと。確か専用機設定されてるんだよね。ただ限界が元から 230% あるんでそんなに影響ないと思いますけど、まあとにかく限界 230% あって、でなおかつ運動が60個、しかも攻撃力がめちゃくちゃ高いのに耐久は180しかないという、まあ、かなりこうね変わったモビルスーツなんで、これ今回使うの楽しみにしておりました。でねリックディアス系のモビルスーツ完成しております。 DJ を汎用化対応、補充リックディアスを高性能化してリックディアス K に、リックディアス K を高性能化してリックディアス海ってことで、リックディアス海が4部隊、スルムですが1部隊、これをプロトマークスと一緒に打ち上げます。ここね。さあ、対ティターンズ後半戦やっていきましょう。まずはですね、ポイントジャプローを打開して、これですね、宇宙には取ります。宇宙には打開することによってティターンズの3つの拠点の間にくさびを準備ができる、敵の軌道を妨げることができるということです。まずはこれを目指す。さあポイントジャブロー、じゃあ早速プロトマーク2使ってみようじゃないか。ちなみにアイコンはガンダムと一緒。こうライフルの音が、あのモビルアーマーとか、あの感性の手法と同じ音なんだよね。敵部隊の殲滅に成功しました。ご指示をお願いします。宇宙には無血解除でした。で、ルナ2ゼロ部隊でしたが作っている、まあでも少ないで一旦で落としたいね、ここはね。でサイド6の部隊がかなり増えてますね。これめんどくさいですね。あの中立地帯ですね、ここね。なのでまずはルナ2を打開して、サイド6はしっかり準備してからやりたいかなと思います。さあルナ2一旦でいきたいね。まあ7部隊なんでね。
どきなさいって言ったのに。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ここジャーミトフがいるんで、まあセリフを回収しようじゃないか。貴様らのやり方はザビ家と変わらん。まともな軍隊のやることではない。愚かなことを言う。貴様らのやり方では時間がかかりすぎるのだ。地球が持たないのだよ。何を考えているのだジャミトフ。貴様のやっていることがギレンと同じだということがわからないのか。地球が要求しているのだ。地球圏に対してやってみせねばならんのだよ。やっぱバンドドックでかくてかっこいいよな。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さあ宇宙さん、敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さあ宇宙4。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。 DJSER。 さあやりますか。サイト6舞台数とんでもないことになりましたね。楽しみじゃないか。まあ、ともかく三方から運んでいくということですね。さあサイド6敵部隊37。ん？減った？様子がおかしい。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ちょっと待てよ。あ、宇宙さんに部隊行ったのか。ってことは宇宙さんから進行するはずだった部隊足止めかけられました。ここいるだけで怒られるんで一旦で決めます。でどうやるかですけど、まあ、ちょっと予想外のことが起きたんですけど、だから制圧しづらい拠点ここですね。このデンドロビームを向かせる。で基本的にはこの辺りに敵部隊は釣るんだけど、で敵の移動経路になっているこの拠点が制圧しづらいので、ここはですねこういうふうに2方面からあるいはこっちからこう回り込んでいくことにしようかなと。でこのデンドロビームをこの辺を制圧するかな。このガンダムとかでもいいんだ。とにかく移動距離を稼げそうなユニットをですね、まあ、ともかくこう回り込んでいくっていうことなんだけど、でこの辺にですね艦船を置いて敵部隊を誘導すると。サイコガンダム移動しておこうかな。で今回船系のユニットはかなり使いますね。ただし退却する、移動距離を稼ぐために可能な限り部隊を送ったんだけど、敵の積極性を上げるために部隊を退却させる。事務系とかね、あるいはリックディアス系とか全部退却させましたね。さあまあだからここを目指すってことはね、本当はすぐ取るはずだったな。で宇宙4からの部隊は、この拠点とあとこの拠点を取って、でなおかつ真ん中も取ると。これがうまくいくかどうかは怪しい。まあいいや、とりあえずこのターンで取ります。戦略ライン伸ばしておく。でこのアレキサンドリアでここを目指すと。さあ一旦でここ攻略できたら金星なんだけどな。ちょっと待って、1部隊2部隊か、2部隊こう回り込んできてるのか。ちょっとこれめんどくさいな。どうするかな。まあ角度の高いユニットでこう取らないといけないってことですね。サイコあたりを飛ばしておきますか。戦略ライン切るべきかどうか迷うな。いや切らずに行くか。デンドロビーム飛ばしておく。でこのターンこの拠点制圧せずになるべく散布してジオ置いておきますか。ゼク出しておくか。壁になるユニットとかね。まあ、とりあえず濃度上げときましたね。めちゃくちゃ投げときました。ここは回り込みたいんだよね。ちょっと敵に叩かれないように。こっちは隊列ハンブラブでちょっとマーク2守ろうか。さあドキドキです。どんな感じだろうか。
うん、アラサー来てますね。これは防御、ほぼ防御。デンドロビューを狙われているか、まあ、ここは大丈夫でしょう、おそらくはね。まあ、とにかく可能な限り防御すると。さあ慎重に動きたいところ。とりあえずここは乗れそうだよね。いや切るかな、それとも切るか。戦略ライン切っておこう。さあここどうするかな。とりあえず耐久の高いユニット出しておく。でこの RP 危ないから戦略ライン切っておきましょう。いや制圧しようか。ここ制圧します。でデンドロビームはここ取らないといけないからな。であと最後戦略ラインを切りつつ移動する攻撃出します。じゃあこっちはそれ叩くか。移動を策的アムラビディか。このまま叩く。バーミンガムかいけるかな。隊列0に立てしてこう格闘に期待だな。でここはアレキサンドリアは移動してそこ多少でも叩いとくか。なんでわしが戦わねばならんのだ。しまった、ゴップだった。無意味なことやってしまった。さあバーミンガムも落としたいね。いけるか。これ椅子割られたらめんどくさいもんな。よしよし。さあどんな感じかな。あ、防御。いや真ん中に戻ってきているのか。真ん中にかなり戻ってきますね。それはちょっと嫌な感じだな。まあ、とりあえずここは防御だな。よし、まあとにかくここ釣ったので、まあそれは良かったかなと思うんだ。デンドロを脱出して移動して制圧する。まあここは取っておきましょう。ここおとりになるか。でこっちはそこ乗られたらまずいな。少し離れておきますか。でデンドロビーナーこっち、ここ3部隊になっちゃったんでまずいな。まあでもここは叩くしかないな。いや、こうかな。索敵する。で、このまま叩く。ちょっと、マラさんに舞台倒しきれるかな。うまくいくかな。アレキサンドリアは、ここで制圧できるな。よしぞ。ここ、シャンプーしておく。そう焦るなよ。遊んであげるからさ。いや、こう反撃なしか。だったら、プロトマーク2前の方がよかったかな。あとは、格闘はガブスレイってことだもんな。まだやれる。ダメか。あでも反撃でダメージ当たれるはずだ。さあうまくいくか。持ってくれるか。これ打ち返す。うん、マラサイ増えちゃったな。防御、ここは完全に防御だな。おすげえ狙われてる。でもおとりになってくれましたね。ここまでやれるか。やったよかった、セーバーフィッシュでよかった。選ばれたニュータイプであるこの僕に勝つことなんてできないんだよ。これ大丈夫なのか。一部隊ねマーク5ですけど G5 失いたくない。よしやった。電動炉脱出制圧最高を変形して制圧。はい、全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。いや肝が冷えました。さあ宇宙さん攻められたんだよな。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。あこれ船ばっかじゃん。これ運がいいな。これここに足止めかけよう。船めどくさいからな。レビル将軍、ティターンズの戦力は低下し、本拠地グリプス2の攻略が可能です。グリプス2制圧作戦を提案します。報告します。我が軍の中立地帯への出兵に対し各地で非難の声が上がっているようです。サイド6名助けてやったのに。
ってことで怒られちゃうんだよね。だから一旦でやりたかったと。で、特別クリプスセラ作戦。これより我が軍はティターンズ本拠地グリプス2に対する攻略作戦を開始する。間違った理想を掲げ多くの人々を死に追いやったジャミトフを打倒し、地球圏に平和をもたらすのだ。諸君らの健闘に期待する。はい、グリプス敵部隊数69。多いね、これは。大量だね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。はい、ハイザックとマラサイが多いかなって感じらしい。で、キャプラン大量生産やってたんで、これ注意したいかなと。パイロット登場率高いはずです。さあ、ではやりますか。この拠点を今回はすぐに取ります。で、裏切り制圧、バストライナーで、この戦略ラインに敵を釣り出して倒していく。さあ、最初の敵の移動は、ジオのとこ来てるね。このまま落ち落としちゃうか。戦いは一瞬で決まる。さあ、このターンで、まあ、大量に敵が来るわけだよね。いいか、とりあえず砲撃できるとかガンガンやっていきますか。ここも二重砲撃になる感じかな。ではボリナクサマーニュアル作撃。これ4村雨か。4は叩いてもいいな。バウンドドッグと G5 で射程2台そこ撃ちますか。まあいいか、とりあえずジェック移動しておこう。だからここ撃ちますかね。防衛線を突破せよ。敵を叩き潰す。さあ、ギャップラン1部隊目ぐらいいけるか。よしよし。なんだこのザラッとした感覚は。ザラッとしたレベル、いけるかな。ちょっと砲を退場させたいところですね。よしよし、いいぞ。私に勝てると思って。そう、どうかな。結構当たってるね。俺が整備したんだ。俺が一番うまく扱える。その理屈は通らないと思うけどな。よし、いいぞ。さあ、どうかな。敵の移動はどんな感じでしょうか。いやいや、回り込んでくる。補強、ここはどうするか。ゼクツバイト、ガルバルディが撃ってくるのか。これ倒しておきたいところか。ここはさすがにボールかな。来るな、来るな。これは1部隊目を倒しておかないと格闘もらうぞ。かなり。よしよし、いいぞ。あぶねえ。まあよく持ってくれたよね、ここね。さらに砲撃を行う。ここにするか。ここも砲撃を行う。ここに砲撃しますか。このでもマラサイが厄介かな。で、ここ砲撃を行う。こんな戦力で敵を止めろってのか。さあ、ここ強めなんでね、撃っておく。よし、いいぞ。あ、砲撃いらないな。無駄弾を使うな、無駄弾を使うな。打ち返してこない。いけるかな。やつは倒せるか。よしよし。なぜだ。これシロッカをスタックですね。もうえまい。シャープゼロ。反撃はなくて命ぐらいしたよな。ここは砲撃機械なんて撃っておく。ガルパルディが倒せなかったけど、まあ手負いになったんで戻ったかな。うん、体勢消したな。早くも退いていく。こっち返す。これもやっちまいますか。
まだ3人か。いけるかな、ここまでやれる。全滅します。いきそうな勢いじゃないのこれ。やったーそこそこもらいますか。あ、でも全滅までいきそう。やったぜ。投降しろ。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。グリプス2の状況は、まあ体制消しましたよね。あとは部隊を減らしてほっときゃいいかなという状況ですね。で、英語機能開発とか、あとはイベントとかを今回中に全部やっちゃおうかなと思っております。デビル将軍、ティターンズが新型ガンダムを開発しているという情報をキャッチしました。この機体を奪うことができれば、連邦軍にとって大きな戦力となるはずです。ティターンズ潜入作戦を提案します。レビル将軍、我々はティターンズの追撃を振り切り、ダッシュしたガンダムマーク2とともにジャブロー本部に帰還しました。ガンダムマーク2から得たティターンズの軍事技術と、エウゴがもたらした装甲材ガンダリウムガンマ、そして我が軍の軍事技術によって従来のモビルスーツをはるかにしのぐ機体の開発が可能です。ゼータ計画を提案します。はい、ということで、ジャブロン43名であります。英国系のユニットとあとティターンズ系のユニットをダッシュしてですね、これを開発終わりましたので、まあ、ちょっと見ていこうかなと思います。その改造かな、改造やっていこう。ネモ系のユニットをですね、これをね全部ジェガンにティターンズのジム2でダッシュしましたので、高性能化してジム3にする。あとはマーク2系のユニットを高性能化してマーク3で、さらに走行強化してフルアーママーク3にする。デルタガンダム系のユニット、これをですね陸100回にします。地上対応。メタス系のユニットは射撃対応じゃなかった、高性能化してメタス回にする。運動性強化で、ファッツを高性能化してフルアーマーダブルゼータ。ゼータガンダムもですね、これ高性能化してリカゼンにします。でゼータプラス系のユニットは、宇宙対応、C1 型にしておく。でスペリオルガンダム系のユニットは全部育成スガンダムにする。高性能化。さあ完成した、じゃ改造したので見ようか。ジェガンが今回は4部隊配備できました。連邦系のモビルスーツにしては格闘が強めですよね。もちろん射撃も強い。あとは、ジムクエルが来てますけど、まあこいつは多分使わないかな。でジム3が1部隊増えましたね。あとはドライセンも今回使ってみようかなと思っております。あとはネイルアガマがいる。あ、そっか、アガマ高性能化しようか。高性能化ということでネイルアガマが2部隊、あとはフルアーマーダブルゼータが2部隊、メガライダーは多分使わないな。あとメタスカイが3部隊、エラーカイラムが1部隊、リガ Z が2部隊、あとは陸客海が4部隊、地上戦を起こさないために使うみたいな感じしようかなと思っております。あとはニューガンダムができてますね。これまだ不完全ですけど、未完成なんですけど、まあとりあえずニューガンダム1部隊完成しております。まあ、せっかく主人公機なんでね、使いたいかなと思ってますね。あとエクセスガンダムが6部隊、あとフラーマーマーク3が、5部隊かっていう感じになってますね。でゼータプラス3部隊、Z2 が1部隊、ダブルゼータが1部隊っていう感じになりました。とりあえず開発は第2部でやっておきたいことは全部やったかなという状況です。じゃあ人物ですけど、まずアムロが帰ってきてくれましたね。あとはあとエマ入って、あ、そうだ、カイが来てますね。まあ英語系の人はみんな入ってきてくれました。でカミーユ来てくれたんだけど、ランク C っていうのはちょっと気になるかな。そうだ、ハサミがランク S になりましたね。あ、ちなみについでいいんですけど、チェーも鍛えると結構強いのでランク S にしておきました。あとはセイラも入ってきてくれましたね。まあこんな感じですかね。報告します。我が軍はティターンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。ティターンズは滅亡です。ってことで第2部終わり。レビル将軍、コロニーより全世界に向けて放送が行われています。シャア・アズナブルによるネオジオンの設立。